インキッチン。おいっす、皆さんこんにちは。はい、じゃあもう料理作っていきます。はい、今日使うのは鶏肉と、ちょっと待って、よし、おいしょ。あとは、いるっけ？まあ、あとでいいや。はい、今日のメインとなるものは、はい、鶏肉とオレンジジュースです。はい、じゃあ作っていこう。分量はね、ちょっとわかんないけど。よいしょ。鶏むね肉は2枚ぐらいかな。よいしょ。うわ、くっついてる。はい。鶏肉は大きめに4等分ぐらいにしていきます。よいしょ。皮付きの方がね、美味しいから、今日は皮付けようかな。よいしょ。よし。はい、これでおしまいと。で、何がいるんだっけな。そう、オレンジジュース。オレンジジュースと、あとはニンニクとレモン汁と、この中はないと。あとは、胡椒、塩、オリーブオイルと、はい、じゃあここから30分間漬け込みます。
完成です。これがジャマイカ料理ジャークチキンです。いい香りだね。でもまず香りがいいよね。昇天するわ。マジで言ってまいそうだけど俺は。いただきまーすと。よし、普通に肉のところから行こうかな。気になるその味は？うん、うまい。結構うまいよこれ。うん。あ、おいしい。これ好きだわ。なんかね、クミンとかさ、カイエンペッパーとかいろいろそのカレーっぽいやつ入れてるからカレー風味っていうか、カレーじゃないんだけどなんとなくカレーっぽくて、でもオレンジジュース混ぜてるからちょっとさっぱりしてるよね。あーこれね、寒い時に作ったけど18月に作ったけどよかったな。そうだね。これ夏に作るといいかもね。あの肉が食えないってなってくるような、食欲なくなるような時とか、鶏肉食べて口の中になくなっても結構あの鶏の脂みたいな香りとか残ったりするけど全オレンジジュースで飯食えるね。オレンジジュースで飯食えるわ。待ってよ、ちゃんとオレンジのあれもあるじゃん。うん、変わりもするよ。うん、新しい味発見したわ。カロリーもそんなないからね、これ。